どういう時に浪人した方がいいか、どういう時は浪人せずに行った方がいいよっていうのは、ぶっちゃけですね、浪人って超辛いんですよ。フリーターなわけですね。仮面浪人とかはどうなんですか。宅浪か予備校行くのかっていうのは、受験勉強だって自分で頑張ればいいじゃんって、その通りなんだけど、それにできる人ってのは少ないから予備校や塾があるわけなんですよね。そうで始まりました、ムテチャンネル。さあ、今回は中村先生においでいただきました。はい、どうぞ。さあ、はい、今この時期ですね、はい、悩んでる受験生多いと思うんですよね。はい、あ、まあ受験生というか受験が終わって、終わって、まあ、はい、ある意味別の意味で終わってなるほど、はい、しまった人ね、多分まあ見てると思うんですけど、はい、浪人した方がいいのかっていうですね、悩みを持ってる人多いと思うんですよ。まあ、僕も浪人してるんでね、そこは結構いろいろ考えはありますけど、はい、どういう時に浪人した方がいいのか、どういう時にはいや浪人せずに行った方がいいよっていうのはあるのかっていうのをちょっとですね、まあ様々なそういう悩みを見てきたと思うので、はい、中村先生ちょっと意見を聞いてみたいなと思いますね。まあ、まず浪人ってしたくてするわけではないじゃないですか。そうですね、受かってたら浪人しないですよね、基本。そうです、そうですね要は浪人するのはどこも受かってないか、対して行きたくないところしか受かってないみたいな感じですよね、うん、そうですね、はい、確かにどこも受かってなきゃ、僕そうですね、はい、チョイスがないですね。それも悩むまでもないじゃないですか受験やめるか浪人するかしかないんで、はい、まあ受験やめてやりたいことがあるなら別にいいかなと思うけど、うん、普通はやっぱその場合は浪人せざるを得ないじゃないですか。なるほど、僕もそのパターンだったんで、そうですけど、はい、だから今回のケースだと、要はどっかしら受かってるけど浪人したらもっと上いけるんじゃねえかみたいな感じの時ってことですよね、うん、そうですね、はい、これはね、僕は悩むなら進学した方がいいんじゃないっていうふうに思う派ですかね、うんうんうん、そうなんですね。なんでかっていうと、本当に浪人して受かる人は決めてるかなと、もう、うんうん、もう浪人しようって決めてるし、覚悟決めてるところがあると思うんですよ、はい、逆にその悩んで結果浪人したら、どっかであれこれ浪人しない方が良かったんじゃねえかなみたいなふうに思っちゃわないかなっていうのが結構あるかなと思う、はい、なるほど、そうですね、確かに。いや、ぶっちゃけですね、浪人って超辛いんですよ。はい、そうですね。そうですね。まずね、どう辛いかっていうと、1年間受験はやってこないから、1年間継続しなきゃいけないじゃないですか。はいはいはい、ね、3ヶ月とかならね、全然やる気あると思うんですよ。春いっぱいは頑張れるんですけど、もうね、夏、秋、冬となってくると、自分の周りは大学生活とか楽しんでるわけじゃないですか。その中で、やっぱ自分だけストイックに勉強を続けるっていうのが、やっぱまず辛い。うん、そして浪人生っていうですね、職業は存在しないわけですよ。そうそうそうです。まあ要はフリーターなわけですね、うん、で僕自身もなんか多分ね、なんかの会員証かなんか作った時なんですけど、はい、浪人生って欄はないわけですよ、はいはいはい、だから僕はそれを作る時にフリーターの欄に丸をしなきゃいけなかったわけですね。なるほどなるほど。なのでやっぱそれが結構その自分の中では、あ、自分は世の中のポジション的には本当にフリーターなんだな今っていうのを結構そこで改めて思い知らされた感はあるわけ、ね、なるほどなるほど。ですよ。なので立場的にも追い込まれるところあるし、精神的にも追い込まれるところあるから、しないで済むならしないに越したことはないかなと。なるほど、確かに学割が効かなかったりするんですよだから浪人する以上はやっぱ見返りが欲しいんですよ。お、それはやっぱりいい大学に行きたいとか、どうしても叶えたい夢があるから、それを叶えるっていうリターンがないと、うん、何のために貴重な1年間を無駄にしたのかってやっぱなるじゃないですか、うん、なるほどなるほど。だからよほどどうしても譲れないものがない限りは、うん、その1年間を楽しんだ方が得なんじゃないって僕は結構思っちゃうわけですよ。なるほどなるほど、はい、じゃあ中森さんの場合は、はい、どこもダメだったってことですね。そうですね、僕はまあ補欠は1個あったけど繰り上がんなくて、親からここ以下だったらもう大学の金払わないから働くか浪人しろって言われたんですよ。へー、まあ、そうだったんですね。それがあって、そしたらじゃあさすがに行かないっていう選択肢は自分の中ではないかなと思ったので、うん、まあ大学やっぱり行きたかったんで、じゃあ浪人させてくださいって言ってお願いして、まあ浪人したって感じですね。へー、僕もね、浪人しましてね、まあ、千葉大 A 判定でダメだったんで、僕の場合センター試験受けてて、それがやっぱり辛かったですね。で、まあ、日大とかそのセンター利用で受かってたんですけど、はい、静岡だってことで、静岡まで行く、ごめんなさい静岡の皆さん静岡まで行くのかって言って、
て吉本の NSC に入るか悩んだんですよ、はいはいはい、でもやっぱり NSC は危険だろう人生的にって思ってですね、Y の夜ゼミの方に行ったんですけど、僕はですね、仮面浪人とかはどうなんですか。まあ行ってみて合わないって可能性もあるから、はい、それぞれありだと思うんですけど、まあでも二足のわらじは純粋にやっぱハードル上がるんで、うん、そうですね、まあ普通に浪人するよりはしんどいかなと思いますね、うん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 、まあ成功例は全然いるんですけど ね、 そうですね。でもやっぱ成功してる子はなんだかんだ余裕がある子だと思います、ね、あ、はい、だからそれこそさっき言ってた森田先生みたいなケースでギリギリで第一志望はうまくいかなかったけどとか、はい、その当時やりたいことは見つかってなかったけど結果は出してるみたいな子は仮面浪人にしても要は自分を結構律することができるから受かってるケースは多いと思うんですけど、なるほどなるほど、ね、2021年度はどうなるか、リモートでやりやすくなるのかどうか分かんないですけども、はい、まあでもね僕自身ただこれちょっとあのなんか浪人すべきじゃないって散々言ってるんであれなんですけど、うん、浪人してよかったとは思ってるんですよ、はい、これはやっぱその受験の経験を1年間やっぱ真剣に自分自身が現役の時勉強してなかったっていうのもありますし、まあ、言い方悪いけど人生舐めてたところがやっぱあるんで、その浪人来ても舐めてるところまだありましたけどでもやっぱり努力してんだなみんなっていうのは思ったし、やればちゃんと上がるけど自分は勉強しないでも本気出せば結構頭いいんじゃねって思ったところ正直あったけど、やってもすぐにはやっぱ上がんないし、ね、他の人は自分よりもっとずっと頑張ってんだな、だから成績いいんだなっていうのはやっぱ分かったから、うんうん、それは良かったかなと思いますけどね。そうですね、はい、そういうのあると思います。自分自身もそうだったと思いますね、はい、やっぱ受験ちょっと舐めてましたね、はい、その直前丸暗記で A 判定とか取っちゃったせいで、はい、でも実際浪人してやってみると、あ、全然分かってなかったと、はい、何でも受験丸暗記だと勘違いしてて、でもちゃんとしたその論理的な考え方とか学べたのが良かったですね、はい、特にまあ小論文とかその頭の使い方を学んで大学の試験とかでも記述でだいぶ対応できたりとかいろんなこと学べましたね、はい、まあ、受かった大学あるけど浪人するか悩んでるって人だったらやっぱ一回もう一回自分自身が自分の人生を真剣に一回考えてみてほしいと思うんですよね、うん、その中で必ずしも受験が今の人生今後の人生に自分にとって本当に上の大学に行くことが必要なのかって一回考えた方がいいかなとは、うん、なるほど。それで、まあ、決意した方がいいですね、中見先生は。僕の場合はどこも受かんなかったからですね。あ、そっか。ノーチョイスだったわけですね。はい、でも、やっぱり、受験で受かってる子なんかの話聞いてると、まあ、人生変えたい。はい、っていう子がやっぱ逆転合格してる印象ありますし、うんうん、まあ、それを本当に実行してから受かる気がしますし、なんか逆転じゃなくて順当に受かってる子は、うんうん、もう普段からめっちゃやってますよね、当たり前のように。うんうん、なるほど。なるほど。だからそういう子は浪人したら受かるビジョンあると思うんですよ、はいはい、普段からやってる子だったら、うんうん、だってもうあと何点だから別にこうやってやってきゃ一緒って言って、はい、もうだから迷わないと思うんですよ浪人、うん、だけど逆転合格を狙って浪人する人っていうのは迷うと思うんですよね、はい、うん、やっぱそれは遠いからですよね、目標に対して今の自分の実力が。だからその時に本気でしんどい思いしてでも行きたいのかどうかってすごい大事かなと思う。あと宅浪か予備校行くのかっていうのは、僕は基本的には宅浪はあんまお勧めしないですね。ほうほうほう、宅浪ができる子なら現役で受かってんじゃないと思うからです、ね、なるほどなるほど、はい、まあ部活が死ぬほど忙しくてとか、うん、まあ直前になって目標が変わってみたいなケースだったら別ですけど、うん、普通に受験生としての1年があったにもかかわらずその受験で合格できなかった、しかも全然例えば実力が届いてないみたいな状態だと多分浪人生になっても勉強が維持できないことが一番怖いんじゃないかなとは、うん、なるほどなるほど、思うんですよ。なので強制的にやらされる環境だったり周りが頑張ってる環境があった方が、まあ、やれるんじゃないかなとは思いますね。そういった予備校とかでちゃんとこう時間の制限があったりとか、はい、そういうのがあった方がいけるって感じですね。そうですね、やっぱその宅浪でやってる人、あとはなんか例えば予備校の学費がないからそのアルバイトしながら貯めてみたいなこともいたりすると思うんですけど、はいはい、結構やっぱ勉強以外に時間使ってることが多くなってる印象はありますね、なるほどなるほど、はい、そうですね、使っちゃって浪費しちゃうっていうことがありますもんね、うん、はい、やっぱ時間割とかね制限されてる方が、はい、人やりますもんね。強制力ってことが結構やっぱキーワードになるかなと思うんですけど、うんうん、強制力を自分自身に課せる人だったら別に塾なんか予備校なんて一切やらないと思うんですけど、うんうん、これはねなんか寝起きのいい人と悪い人と同じようなもんで、はいはいはい、起きればいいじゃんって言って起きられる人だったら、うん、それは目覚ましもいらないんだよ、はい、だけど世の中には目覚ましを10個かけよう起きられない人もいるので、はい、同じで受験勉強だって自分で頑張りゃいいじゃんってその通りなんだけど、それにできる人っていうのは少ないから予備校や塾があるわけなんですよね、うんうんうん、その通りですね、はい、まさにそうだと思います。じゃあきっとこれを聞いてですね、はい、中見先生の言葉を聞いて決心してくれる人も
いたんじゃないかなと思うんですが、ぜひですね、浪人しようかな、大学行こうかなっていうふうに悩んでる方は参考にしてみてください。はい、中村先生おいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。